竹内博則は日本のレーシングドライバー、実業家、神奈川県出身、血液型は O 型、シフト代表、スーパーカーレースシリーズ主催、全日本 GT 選手権、スーパー GT、スーパー耐久などのツーリングカーレースを中心に活躍した、スーパー耐久で6回シリーズチャンピオンを獲得しているほか、全日本 GT 選手権でも2001年に、 立川雄二とのコンビでチャンピオンとなった。1988年に富士フレッシュマンレース A86、e、シリーズでデビューし、1989年にも富士フレッシュマンレース A86、e、シリーズに参戦し保勝を上げ、シリーズチャンピオンを獲得した。1990年には三菱ミラージュワンメイクシリーズにも参戦したほか、 つくばチャレンジカップレースにも参戦した。1991年には、早くも全日本選手権格式のカテゴリーにステップアップし、全日本ツーリングカー選手権に参戦し、インターテックにも参戦した。1992年にも、全日本ツーリングカー選手権に参戦した。1994年には、N1 耐久シリーズや、フォーミュラトヨタにも参戦し、 ツーリングカーのスペシャリストとしての経験を積みつつ、フォーミュラカーの経験も積んでいる。1995年1995年には、全日本 GT 選手権の GT2 クラスに参戦し、いきなり2勝を挙げ、シリーズ3位を獲得している。またこの年には、スーパー N1 耐久シリーズクラス1に参戦し、シリーズ2位になっている。 1996年1996年には、昨年の活躍が高く評価され、早くも全日本 GT 選手権、GT500 クラスにステップアップしで一勝し、シリーズ7位になった。また、全日本ツーリングカー選手権とスーパー N1、耐久シリーズクラス1にも参戦し、シリーズ2位になるなど、名実ともに、箱のスペシャリストとして活躍する。 1997年1997年は、引き続き全日本 GT 選手権、GT500 クラス、全日本ツーリングカー選手権、シリーズ、スーパー N1 耐久シリーズクラス1に参戦し、スーパー N1 では一勝を挙げた他にも、着実にポイントを獲得し、シリーズチャンピオンとなった。百九十八年百九十八年も、全日本 GT 選手権、 GT500 クラス、全日本ツーリングカー選手権、スーパー耐久シリーズクラス1に参戦し、全日本ツーリングカー選手権では、年間3位、スーパー耐久シリーズクラス1では2年連続のシリーズチャンピオンを獲得している。1999年1999年は、全日本 GT 選手権、GT500 クラスとスーパー耐久シリーズクラス1に参戦した。なお、 昨年いっぱいで全日本ツーリングカー選手権が消滅したため、このシーズンは全日本 GT 選手権とスーパー耐久の2カテゴリーへの参戦となった。スーパー耐久シリーズクラス1では4勝を挙げ、3年連続のシリーズチャンピオンを挙げるなど大きく活躍した上に、第28回ポッカ 1000kmGT500 クラスでも総合3位を獲得した。 2000年2000年も引き続き全日本 GT 選手権 GT500 クラスとスーパー耐久シリーズクラス1に参戦し、スーパー耐久シリーズクラス1で5勝し、4年連続のシリーズチャンピオンを獲得した。2001年2001年には全日本 GT 選手権 GT500 クラスで優勝こそなかったものの、2回の2位を含む3回の表彰台を獲得し、 年間のシリーズチャンピオンを獲得した。さらに、第30回インターナショナル国家 1000kmGT500 クラスでも総合優勝を獲得した。また、スーパー耐久シリーズクラス1でも4勝を挙げて、自身5回目のシリーズチャンピオンを獲得し、2つのシリーズでチャンピオンを獲得することとなった。2002年2002年には、全日本 GT 選手権 GT500 クラスで、 シリーズ3位、スーパー耐久シリーズクラス1で三勝を上げ、シリーズ2位を獲得した。2003年2003年には、全日本 GT 選手権、GT500 クラスと、スーパー耐久シリーズクラス1に参戦し、初のスーパー耐久へのポルシェでの参戦ながら三勝を上げ、シリーズ2位を獲得した。二千四年二千四年は、全日本 GT 選手権、g t 三百クラスと、 スーパー耐久シリーズクラス1に参戦した。この年は、久しぶりに全日本 GT 選手権で表彰台獲得がないシーズンとなったが、スーパー耐久では5勝を挙げ、前人未到の6回目のシリーズチャンピオンを獲得した。またこの年より、自らのチームである、チーム竹内を発足させている。2005年2005年は、スーパー GT GT300 クラスに参戦した。 GT300 クラス参戦2年目となったが、この年表彰台獲得がないシーズンとなった。2006年2006年には、スーパー GT GT300 クラスで参戦し、昨年同様苦しいシーズンとなったが、GT300 クラス参戦3年目で、初の一勝を挙げた。2007年2007年は、スーパー GT GT300 クラスに新体制で参戦した。また、 スーパー耐久シリーズ ST チャス1復帰後1年目の2012年にはメルセデスベンツ SLSAMG GT3 で GT300 に参戦した。同じ体制で参戦した2013年のオートポリスでは3位に入場しポイント圏内に着実に入ることでシーズンランキングも4位を獲得した。スーパーカーレースシリーズ設立2014年に FIA GT3 車両による 新たなレースカテゴリーとして、スーパーカーレースシリーズを立ち上げたが、その際に、スーパー GT の主催者である GT アソシエーションと GT3 車両の参戦取り扱いをめぐり対立し、このシーズンは SCR の主催に専念することになった。2016年2016年には、SCR の主催とシフトの代表としての業務を行いつつ、 スーパー GT の GT300 に参戦するディレクションの顧問にも就任した。同年6月には久しぶりに自らがドライバーとして参戦するためにスーパー GT のルーキーテストに参加し合格するなど話題を呼び、実際にランボルギーニウラカン GT3 で終盤参戦に参戦した。2017年は SCR の主催者として活躍する傍ら、 長年のトヨタ系のワークスドライバーとしての経験を活かし、シフトが富士スピードウェイで開催するホーミュラレーサー S と86レーサー S のドライビングアドバイザーやドライバー育成、ジェントルマンドライバーのコーチなど様々な活動を行っている。金石は竹内と組んで1997年に全日本 GT 選手権に挑んでいる。その後、 全日本 GT 選手権で中堅ドライバーとして活躍し、2001年には竹内とタイトル争いをした。2003年にはドイツツーリングカー選手権にフル参戦した。竹内とは1999年から2003年まで全日本 GT 選手権にてコンビを組んでおり、2000年には立川が2度のポールポジションを獲得した。2001年には共にタイトルを獲得するなど、 トヨタの中心的なドライバーへと成長した、週刊オートスポーツナンバー85668ページ、レーサーのアルバムボリュームにより、ありがとうございます。